編集部の村岡記者です村岡さんよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、週刊文書の電子版で毎週ですね、木原事件についての放送をやってきておりますが今週もそれを引き続きやっていきたいと思っておりますさてこちらの番組お聞きになっている人はもしかするとですね、木原事件に関連するイベントもご覧になっていただいているかなと思うんですけれども一番最初にですね、この佐藤誠さん刑事が実名告白をした雑誌が出た週だったと思うんですけど木原事件の取材班の皆さん さんにに出出ててもらったた時に出演していたのが1人が人ですすねこの村岡さんですで実は村岡さんはこのまあ今やもう佐藤誠さん大有名人ですしこの電子版にもファンがたくさんいると思うんですがその佐藤さんに初めて話を聞くことに成功したということなので今回そんな村岡さんと一緒に佐藤誠さんはどこがすごいのかと <laughs> そういうテーマでいろいろと話をしていきたいなと思っております。ささて村岡さんんににまずお聞きしたいんですけれども、はいはい、最初にこの佐藤さん 佐藤さんにこう接触するまでの経緯というか、まあ、この木原事件において、佐藤さんがその取材班的にこうキーマンだったのかとか、まあ、そのあたりも含めて、ちょっとその一連のいきさつを教えていいたただきたいです、はいまあ、この木原事件を取材するにあたって、やっぱり一番大事なのは、まあ、当時捜査した捜査員の方々をしらみつぶしに当たっていくるというのが、上命題としてあってそうですよね。 いいろんんなな員のこと回っていて、まあ、佐藤さんだけじゃなくですね、うんはい、で中でも捜査員や捜査員 OB の方を回っていくうちに当時やっぱり佐藤誠っていう調べ官まあそれこそ伝説の落とし穴みたいな調べ官がいて、はい、その人がその X 子さんを取り調べしたんだって話が分かってきて、はい、となるとやっぱりどうしてもその佐藤誠さんを当たりたいというところで探したんですけど、うん、佐藤誠っていうのが前にも言ったんですけど すごく平凡な名前で。まあ、日本に何人いるかたな佐藤という名字で、<変>誠って名前もどこにでもいる、えー。そうですよね。それこそ全国各地なんて言ったらもう、ちょっと尋常じゃない数なんですけど、はい、まあ、取材していくうちに、なんとなくこの地域じゃないかとか、はい、この県じゃないかってだんだん分かってきて、はいうん、ようやくここだっていう住所が判明したんですよ。た,はい、ただ僕ら当然取材するにあたって、じゃあその家、その住所の登記簿なんかを取ったりして、うんうん、実際にその人が、 住んでいるかとか、はい、まあそういうのを調べたりするんですけど、はい、それを調べるとやっぱりもう実はその時点で佐藤さんは家を売り払っち,ちゃってた。少しないことでないことは明らかですね。そう。だから行ったところでもういないのは実はわかっていて。あ、そうだったんですね。で、一応取材チームの中でも参ったなって話はしたんですけど、まあやっていくうちに、まあいないのわかっててもちょっと一回行ってみて、うんうん、近所の人たちなんかに話聞けば、そこからどこに引っ越したのかっていうのがわかるんじゃないかなって。 いうところででまあダメ元で一応行ってみた,んだてた当然もう引っ越しちゃっていないのは分かったんですけど、うん、周りの家を何軒も何軒も回っていくうちに、はい、まあ結局もし佐藤さんと連絡が取れたら「週刊文春」の記者が来たってことを伝えてくださいっていうふうに名刺をまあ配りまくったんですよね。はいはい、でそしたら、まあ、合計何軒回ったか覚えてないですけど、うん、そのうちの1軒の方が佐藤さんに連絡取ってくれたようで、はい、1>, 1時間2時間後ぐらいだったかな。そのまあ電話がかかっ てきて、まあ電話出たら、どうも佐藤ですっていう。興奮します。興奮しましたよね。その、その街中でつい大声出してしまいましたよね。<えっ S 1> なんか。で、ね、<えっ S 2> すよね。マジですかみたいな、その。<laughs> でも佐藤さん、あれですよね。その時に電話したきっかけというか、その動機として。 あまりに詳しいってことはまた雑誌読んで知っていたから、誰が喋ったのか教えてくれよみたいなの気持ちで電話したみたいな。そうそう。まあ最初からもちろんペラペラ喋るわけもなく、むしろ探り入れるような電話で。あ、そうですね。まあお前どこまで知ってんだみたいな感じの問いかけ、はいはい、向こうからこう問いかけられることのが多くて、うん、ここまでわかってるんだってことを言うと、いや、全然そんなん違うよとか。 うん、あ全然分かってねえな、とか、そういう感じだったんですね。はいはい、そう,いうで、ね、そう <laughs> で、どうにかちょっと会ってくださいってっても、いやいやいや、だよ、みたいな感じで、うん、なかなかまあ、会ってはく,くれなかったんですけど。え、そこからその初めて会うまでってどれぐらいの時間どれぐらいかあったんだっけなぁ。警察庁長官がその会見をして、はいで、それの後にまた何度も電話して、はい、じゃあ分かって一回会うか、っていう風になったので。で、終わそうそうそう、そうですよね。だから、まあ一週間、二週間ぐらいあった。 たのかな佐藤さんと初めて会うまでは顔形はあんまわからないというか,からないんですよね知らずどういう方なのかも声しかわからない状態ですよね初めて会った時の印象第一印象ってどんな感じですかああでも顔だけ見るとちょっと怖いっちゃ怖いす、ね、怖いですよね,ねそ<う>一見ねただまあしゃべると優しいんではい、はい、で服装ももう本当どこにでもいそうな半袖のワイシャツに血のパンでおうみたいな感じだったんではい はい、どこにでもいるようなおっさんみたいな感じも思えたし <laughs>、うんまあ、これもねイベントとかいろんなとこでおっしゃってますけどお年、はい、の,の技術として長、うん、くなっちゃうんだよってよくおっしゃってるじゃないですかその感じはやっぱあったありましたねなん,かなんかこう喋ってるうちにすぐ多分そのあった日中に佐藤さんの方から「村ちゃん」っていうなんか、うん、あまあ村岡なのに「村ちゃん村ちゃん」って呼んできてたし <laughs>、はいうん、多分こう人をあだ名で呼んだりっていうのも多分佐藤さんなりのこういう距離の縮め方、うん なのかもしれないですよね。でも会って初めてもう、日にもぎゅっと距離を縮めてくる感じはやっぱりさすがっていうか、うん、こう人慣れしてるというか、そういう感じがありますよね。そうですね。でも距離縮めてくるんですけど、当然、重要なこと喋んないんですよ。うん、こっちのことを聞くために縮めてきてるだけなんで、うまいですよね。こっちの緊張を起ぐして、こっちから情報を取ろうとしてるみたいな。うんうん、はぁ、あ、なるほど。そんな感じはしましたよね。も取り調べですね。<laughs> そう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 。<laughs> ね、どっからこの情報を聞いてきたんだっていうのはやっぱ、うん いろんな角度から何度も何度も聞いてくるんですけどそうなんですね。結構、だから、今となっては、まあ、あの、まあ、佐藤さんもこう決めて、自分が語り目としてあるし出てますけど、当時はこう、探り合いだった、ね。あ、そうそう、もう本当腹の探り合いで。で、こっちがここまで知ってるみたいな話すると、まあ、そこまで知ってんなら、じゃあ、ここは喋ってやるか、みたいな、そういう感じだったんですん、ね、駆け引きですね、ねまたに、ね。そうそう。じゃあ、この最初の取材中に、うん、 佐藤さんから聞いた話としては、だからこ多分記事だけ読んでる方だと、結構佐藤さんもすごい喋ってるじゃんって思ったと思うんですけど、あんまり喋ってなかったっていう。そう、あの、口数は多いんですけど、その核となるファクトの部分みたいなものはこう、うまく濁すというか、なんかこう。はいはい、だから、記事では一応、真犯人に Z がいるみたいな話もありますけど、あ,ね、あれも当然言わないです最初の時は、ね。もちろん言わないですって言わなかったし。そ、はいまあ、そもそも 実名告白なんてするわけもないっていう段階でしたから。ね。実名で告白になる至るまでに、うん、何度か多分取材をされてると思うんですけれども、はいはい、一気にこの核心を喋るまでに行った経緯ってどういう感じだったんですかね、一気にはやっぱり行かないんですけど、当然何回も何回も話し聞いて、だん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 お互い腹の探り合いしながら、どん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 ,どん聞いていくんですけど、うんうん、結局でも実名告白するようになった経緯っていうのは、 なんか自分とこの編集長を褒めるの嫌なんですけど。<laughs> <laughs> あの、これ、はい、実は編集長がすごくて。ね